今回は、室カンナチャンネルさんとコラボさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。室井由紀さんにお越しいただきまして、はい、カンナさんがいないんですけど、はい、実はカンナさんに今回ちょっとドッキリを仕掛けたいなというふうに思っております。初コラボでドッキリ、はい、先輩にドッキリをかけるといういやー不安しかないですけど、どういうドッキリかと言いますと、この詰め将棋があるんですけど、この詰め将棋が最後ハート型になるんですね。それを使って大盤解説中に我々がこう恋に落ちると。お同じ仲間の棋士が大盤解説中に恋に落ちたら、カンナさんはどんな反応をするんだろうっていうのをちょっとモニタリングしたいなというふうに思います。室井由紀ファンの皆様、ちょっとドッキリなんですけど、すいません、ちょっとお借りします。大丈夫です。先に謝っておきます。よろしくお願いします。我々の演技力も問われるので、ちょっと頑張っていきましょう。はい、頑張ります。じゃあ、よろしくお願いします。今回は、室カンナチャンネルさんとコラボさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。忙しいところありがとうございます。ありがとうございます。お二人のチャンネルはどんなことをやられてるんですか？ほぼほぼトークなんですけれども、これからリニューアルしてまた新しいことをやっていくことになっています。はい。今回コラボということで、室カンナチャンネルの方にも動画を上げていただけるということですね。はい、よろしくお願いします。でコラボ第1弾はですね、カンナ先生に日頃のこの将棋の成果をちょっと見させていただこうかなというふうに思いまして、ちょっとあの及川先生に作っていただいた詰将棋を解いていただこうと思います。なんて詰ですか？内緒です。よかった、私じゃなくて。本当、ゆきちゃん、ちょっとじゃんけんで負けたらとかないですか？3回勝負して。やっぱりあの、ね、森内チャンネルの方でもやっぱりやってるじゃないですか、はい、いつも見させてもらってますけど、だってぐんぐん伸びてらっしゃるので、ちょっとバシッといいところを見せてもらおうかなというふうに思ってるんですけど。どうしたんですか、そんなプレッシャーいや、後で怒られそうだなと思って。いや、本当にびっくりするのが、こういう企画があるっていうのをこう一切聞かされてなく、今ここに座って3分ぐらいなんですけれども、初めて聞かされるっていう。ちょっと涙目になってます。なんだろう、本当手震えてきたな。はい、はい、ということで、はい、早速ですが解いてください。わかりました。お願いします。お願いします。よし、なんかこの白菜いるよな。駒がちょっと多すぎやしませんか？盤面広いですね。うん、視聴者の皆さんもぜひ考えてください。お、分かった気がする。え、これ詰んじゃうな。嘘。え、これ詰みますよね。間違ってたら面白いですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9手詰め。9手詰めに見えます。もうダメダメですか？負けました。ちょっと、ま、10分ぐらいかかるつもりで準備してたんですけど。あれ、これはでもこれしかないかな。いかにも、いかにも、いかにも、いかにもこれって感じですか？え、だってこれ変化がないから、中愛とかそういうのは特になくて、そのまんま詰んじゃうかもしれない、普通に。うん、いいですか？じゃあお願いします。はい、じゃあ5四飛車成。はい、はい、なんかそのなんかイチャイチャし始めて大丈夫ですか？5四飛車成。はい、同玉6四金。飛車をつけてね、金を。金、はい、5五玉。5五玉しかないかですね。はい、4四角。同金。2五角も捨てて。はい、2五飛車。同金。そうか。4七桂。で、これそう思ったんですよ。この図面見たときに、なんかハートっぽいなって思ったんですよ。え、見た瞬間に。そう、見た瞬間になんかハートっぽいなと思って、こうさ、詰め上がりがハートになるんですね。これ
綺麗なハートですね。すごーい。及川さすが。及川先生、粋ですね。はい、え、見た瞬間分かったの？なんかね、図面の全体像がハートっぽくなかったですか？いや、それがもう思い浮かんじゃったってことですか？まあそういうことになりますか。かっこいい。だってここしかなかったよ。あ、でも天才とかではないんですよ。誰も言ってない。これ実は、はい、このあの事前に解いていただいてまして、はい、はい、ゆきはどれくらい？私ですか？私は10分ぐらいかかりました。え、嘘でしょ？本当に本当に10分ぐらいかかりました。でも大地くんならもうちょっと早いと思います。まあ僕もでも3分ぐらいかかった。先生さすがです。先生1分でして、まあ天才とかではない。いや、よかったです。さすがです。いや、私ね、本番に強いタイプなんですよ。多分普段だったら解けないんですけどね。あ、なんかでもせっかくコラボでね、うん、こう大事な見せ場なのにこんなに早く解いちゃって、うん、大丈夫でした。10分で悩んでいただかないと番組が多分ね、3分ぐらいで終わっちゃうので、はい、ちょっとなんかあれってなってると思います。よかった、解けてほっとしてる。もうドヤ顔。よかった。先生気持ちよさそうなところは何なんですけど、え、まだあるの？なんかちょっと違和感感じなかったですか？何？どういうこと？ちょっとだけ違和感感じなかったですか？どういうこと？どういうこと？間違ってる？嘘でしょ？嘘でしょ？え、ちょっと待って、え、どういうこと？思い返してみて。思い返して、何かしらちょっと今。え、どういうこと？どういうこと？え、どういうこと？え、なんか、うん、あれ、なんか、え、今間違ってました？あ、手順がね。何この、え、何、しかもめっちゃ自信満々でやって、しかもドヤ顔させて泳が、さんざん私を泳がしてからの間違ってるケース、やめてよ。ちょっと初見を出そう、初見を。やめてよ、今すごい格好つけちゃったじゃん。ちょっとカットしてほしいな。これなんか間違ったか、なんか手順間違ったかな。もう一回マスカー、ちょっと一手ずつ確認していきましょうか。え、私なんか間違ったか。え、初手から。私自分のミスに気づけないな。もう一回やってみます。うん。うん、もう一回やってみます。五四飛車成で。また同じ。で、同玉だよね。六四金打って。今上がるしかない。上がるしかないですね。四四角やって。同桂で。二五飛車やって。同金で。4七桂打ったよね。何？何？嘘。え、待って、何？嘘。何何何？嘘でしょ。嘘でしょ。何何？え、何？え、何？え、何？嘘。何？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 え、何？え？どういうこと？どういうこと？やんなの？ちょっともう一回見返してみます。え、わかんない、わかんない。なんか喋ってましょうか。もう一回だけ。え？なんかハートに、ま、なんかあんまつわる話とか。あればね、つなぎます、うん、あ、はい、なになに、あ、そうだ、この間、これバレンタインありがとうございます。あ、めっちゃ一人させられた。え、待って、何が違った？手作り。あれ、そうなんですよ、うん、あんまり普段手作りしないんですけど、あれ美味しかった。あれはハート型になってます。あ、そうそうそう、つんじゃないかな、ハートにちなんで。さすが。今日ハートの撮影するって聞いてたんで、うん、なんかゆきちゃんに他の人ももらったって言ってたけど、
え、いやいや、でも、あ、手作りじゃないって言ってたから、あ、そうなんです、先生だから。え、今年何個ぐらいバレンタインもらったの？でも本音みたいなのは雪ぐらいかな。呼び捨てにしてるんですか？面白すぎる。私これ分かんないかも。何が違ったかな。しゃなれるでしょ、しゃなれるでしょ、火打てるでしょ。ダメだ、ダメだ、もういいよ、もういいよ。何、もういいよ、かなさん、うん、気づいてくださいよ、気づいてください。何に、何に、我々こんな頑張ってたのに。ん、てってれー。何、大盤解説中に、うん、恋に落ちる、こけしが恋に落ちたら、うん、カンナさんはどんな反応をするだろう、ドッキリでした。積んでるんだよね。何なの、ちょっと、何なの、ちょっと、大丈夫。何、どういうこと。積んでます、積んでます、もうないです。めちゃくちゃ早かったです。びっくりした、私問題が間違ってるのかと思った。でもね、私最初の時にタイツさんがユキって言ったんだよ。あ、そう、楽に気づいてた。だから、え、ユキって思ってた。あ、それは気づいてはいた。なんか違和感っていうか、うん、あれはあったっ、ね、え、それが本当のやつだったの。そうもうさ、あの、ここですごい手重なって2回もやったいや、なんなんだろう。そう、最初の時は何、なんかちょっとって言ってたんですよ、先生、うん、あ、2回しよう、なんか、確かにちょっとラブラブでイチャイチャしてるなと思ったの。目の前ですごいイチャイチャしちゃっててなんか、いや、ゆき、でもなんかゆきちゃんがもし太一とか言ってたら、あ、えってなってたんだけど、太一くんって言ってた。仲いいのすごい今日出してるって私もう手順間違ってたんじゃないかと思ってた。いや、おかしい、それどころじゃなくて、大変失礼しました。もうすごい早かった、さすがでした。めちゃくちゃ早かった、どうしよう、想定より全然早くて、あ、面白い。え、もう一回、どんなドッキリ。あの、図書館とかでこう、うん、同じ本手が触れちゃって恋に落ちるみたいなあるじゃないですか。あれを大盤解説でやったらどうなるんだろうっていう。あ、こっちが恥ずかしいわ。もうこうやって、あ、そう、まあ、渡す時とかもしっかりこう手をこうやって全く見てくれてなくて、こっちにしか目がいってないから。正直言って言え、それどころじゃないよ。もうゆきちゃんとたいしさんがどんなにラブラブしてようと、私は本当にそれどころじゃなかった。間違えちゃったかもしれない。相当集中してるから、将棋に。いや、でもなんか手作りのチョコの話とかしてるのに、なんかすごい、全然確かにバレンタインで渡したくだりとか、いつの間にバレンタインを渡してたんだろうとか、なんか考えながらもふつふつとくるものは確かにあった。あー、面白い。もうしかも2人だからありそうだし、ね、なんかそっか、これはゆきちゃんじゃなきゃいけなかったね。いや、確かに怪しかったんだよ。聞いてくださいよ、何が怪しかったって。打ち合わせ最初グループ LINE でやってたじゃないですか、はい、なのになんか突然私に連絡が来なくなって、なんかゆきちゃんから大地さんがこう言ってましたみたいな、なんだこの伝言ゲームみたいなのはって思ってたの。そういうことだったんだね。今日もちょっと待ち合わせを、ちょっと時間を遅れていただいてありがとうございます。我々もうちょっと早めに入ってちゃんと練習しております。ねえ、思ったんですよ、おかしかったんですよ。コラボだって言ってるのに、なんか待ち合わせ時間も当初の予定と全然時間が違って、なんでこの時間なんだろう。で、私がもうちょっと早くから準備させてもらえませんかとか昨日送ってしまって、すごい空気読めない人だったんですね。あの4人のグループ LINE とは別のグループ LINE で、うん、どうしよう、神田さんが早く来る、なんか予定を作って、神田さんドッキリっていうグループ名でやってました。今日どうした、みんなびっくりだよ。あ、初めて、私ドッキリ初めて。あ、びっくりした。もうなんか嬉しい、どんどんドキドキしてる。緊張した。緊張した。あ、え、本当に声に落ちてる。
ドッキリの、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 分かってないですよね。神田さんが来る前、見つめ合うサムネとか撮ってたんですよ。あ、そう、いや、何度もさ、こう、手重なってるか、そう、でも、そういうことさ、ちょっと演技でやっててもさ、芽生えちゃったりしない今ですよ、これ、さっき、神田さんが来る10分前のに打ち合わせして、ここで手を重ねようねとか言ってたの。やだそれやだモテれちゃうね。いや何回やるねんって思ってたの最初だ。あ、ごめんなさいみたいな。神田さんがもうちょっと考えてくださってたら1回休めたんですよ。あまりにも早かったから2回も3回もやるしかなくて、あまりにも早かった。すごいすごい。あ、涙出てきた。面白い。成功。じゃあ成功ということでいいですかね。はい。ありがとうございました。